よし、それじゃあ王様に会いに行くぞ。助けてもらうんだ。行こうぜ。お？ここは自由に出入りしていい場所じゃないぞ。王様に大事な話があるんだ。なに？国王陛下に？一刻も早く王様に会わなきゃなんねんだ。とりあえず身分証を見せろ。今急いでるって言っただろう。それはお前たちの都合だ。そう、話の通じないやつだぜ。市民証、パスポート、傭兵ライセンスのうちのどれかだ。今すぐ持ってくるからそこで待ってろ。予想はしてたけどよ、やっぱそううまくはいかねえな。というか、見ず知らずのやつを城の中へ入れてくれるわけねえか。市民証やパスポートなんてものは持ってねえし、手に入るとしたらつば九郎商会の傭兵ライセンスくらいか。ん？どうした？ははーん、さてはお前知らないんだな。つば九郎商会ってのはな、依頼を冒険者に仲介してくれる場所なんだぜ。傭兵ライセンスっていうのを発行してくれるんだ。ダメだ、身分証がないなら帰れ。まだ何も言ってねえだろ。つば九郎商会の場所を教えてくれ。あんだろ、つば九郎商会。まあそのくらいなら教えてやろう。つば九郎商会はあっちの方に行けば見つかるはずだ。サンキュー。次に声をかけるときはせめて挨拶くらいしてくれよな。いらっしゃい。余計は何だ。仕事を依頼したいのか、それともやりたいのか。やる方だ。俺たちは傭兵ライセンスが欲しいんだ。よそ者に仕事を任せるのは気が引けるな。なんだって？どうしてだよ。よそ者のどこが悪いってんだ。よそ者ってだけで依頼も受けさせてもらえないのかよ。冒険者たちがトラブルを起こすことが多くなってきてな。俺たちはそんな連中とは違うぜ。口だけなら何とでも言える。この町は腹の立つことばかりだぜ。やれやれ、
この辺りの事情をよく知らんようだな。わしが簡単に説明してやる。信用してくれねえか。信用できる冒険者を見極めるためのやむを得ない措置だ。それじゃ準備が整ったらもう一度声をかけてくれ。そこの冒険者さん、あなたのことです。なんだこのカラスの仮面をかぶった変なやつは。ああ、そのこれは私たちカラス商会の制服のようなものです。そう言われると余計怪しいぜ。今朝配達担当が辞めてしまって。何も言わずにいきなり辞めたのか。 NPC なんてと叫びながら飛び出してしまいました。急に仕事が嫌になったのか。とにかくお力添えいただけませんか。俺たちも名声を上げる必要があるからな。ああ、本当にありがとうございます。なんだこりゃ。準備が整ったら配達してください。忘れずに全部配達できるか不安だぜ。必ず順番通りに訪れなければいけません。お忘れなきよう。行こうぜ。ぐむむ。カブトだと？そんなもの預けたってか。修理に出したから今カブトを身につけてないんだろ。カブトをつけていないのは煩わしいからだ。こんな邪魔なもの。いや、それならなんで修理に出したんだ。点検の時に装備の状態が悪かったら懲戒もんだからな。むむむ。さっきからこっちをジロジロ見てるけど、獲物を狙ってる鷹のような目をしてるぜ。ねえそこのあなた、ちょっといいかしら。へえ、話しかけられたぞ。どうしよう。何の用だ。おい、俺たちは忙しいんだぞ。ちょっとポーズを取ってみてくれる？ポーズだ？いきなり何言ってんだ？ああ、別に豚さんには言ってないから。豚だと？どんなポーズでも構わないわ。思った通り。おとなしく従うなよ。まだ荒削りなところはあるけど悪くないわよ。
一体何なんだ、いきなり人を呼び止めて。私の名前はエルピナ。おい、俺様のことは無視かよ。もう他の事務所に入ってるわけ？そういうわけじゃねえけど。何それ、赤の他人も同然じゃない。何このババア。新しいプロジェクトを準備してるの。そんなもんに参加するほど俺たちは暇じゃねえんだ。次に会う時までその輝きをなくさないでいてね。それじゃ。ずいぶん遅かったじゃん。待ちくたびれたよ。仕事も全然進まなかったし。俺たちのせいじゃねえんだ。途中でおかしなやつに声をかけられて。あれ？いつもの子じゃないじゃん。前の配達員が急に飛び出してったとかなんとか。最近おかしな行動する人が増えてるって聞くけど。とにかく配達してくれて助かったよ。じゃあな、またいつでも来な。お前たちまだこんなところでウロウロしてたのか。お前こそ王宮の警備もしないで何サボってんだよ。今は交代時間で見回りの最中だ。それもそうか。お前カラスに探検の修理を任せただろ。お前たち国王陛下にお会いすると言っていたくせに。はあ、ああそうだ、なんか文句あるか。文句はないが、なかなか様になってるぞ。ぐぬぬ、こいつ。ふう。全部配達してきたぞ。おお、本当にありがとうございます。報酬を弾んでくれよな。これからもよろしくお願いします。また配達をさせるつもりなのか。そういうわけではありませんが。に入ってるなんて、お前何者だ。
悪人ではないから安心するがよい。どう見ても怪しいだろう。これには深い訳があるのだ。それじゃ俺たちは行くからな。待て、待つのだ。ちっ、めんどくせえな。そうではない。それで頼みってなんだ。これは間違いなく壺魔人の陰謀だ。壺魔人だと？我の代わりに復讐してくれぬか。とりあえず試しにこの壺を蹴っ飛ばしてみるか。行こうぜ。よし、そうだ。やめろ、蹴るでない。なんだ、何かあったのか。おい、何やってんだ。おおお、早く我を助けるのだ。なーに、箱を壊したら次は戦闘なの。この者らは壺魔人が使わしたに違いない。壺魔人が？マジかよ。そなたらのおかげで助かったぞ。こりゃただごとじゃねえぜ。そんなことはどうでもよい。壺はすべて破壊してきたのか。大変なことになるとこだったろ。案ずるな。こういう頼みならいつでも大歓迎だぜ。ではまた会おうぞ。おほ、これだけあれば十分だ。行くぜ。
よし。よし。行くぜ。よし。行くぜ。よし。行くぜ。よし。盛り上がってきたぜ。始めようぜ。どれどれ、そうだな。はあ、で、おいおい、甘く見てもらっては困る。それに、仕事を選べる立場だと思ってんのか。手紙の配達をすればいいんだな。行こうぜ。わーい。何かご用でしょうか。人手が不足しているようですね。よそ者が次々と問題を起こすせいで休む暇がないんですよ。警備兵さん、警備兵さん、大変だ。まあまあ落ち着いてください。また冒険者たちがトラブルを。広場で人々に喧嘩を吹っかけてるんだ。まったく、これだからよそ者は。今すぐやめなさい。なんだお前は、次から次へと邪魔者がやってくるな。どうでもいいじゃないですか。そうよ、気にせずパーティーリーダーを決めちゃいましょう。武力を行使しますよ。お、ひょっとして緊急バトルが発生したのかも。あいつら怖いもの知らずなのか。俺たちも喧嘩を止めに入るぞ。あ、危険です。下がってください。あれ、あいつもプレイヤーか。僕たちと戦いたいみたいですね。どうしてこんなに強いんだ。ひとまず逃げましょう。早く。ありがとうございます。助かりました。ったく、何なんだよあいつらは。自分たちをプレイヤーと称している冒険者たちです。本当に頭を悩ませているんです。なんだって、プレイヤー。そういや、どうかしましたか。いや、
ういうわけじゃねえが。ああ、はいはい、わかりました。これでよしと。ふむ。お前さんたちの噂が広まってるぞ。これくらいどうってことねえよ。田舎者だと思っていたが、なかなかやるじゃないか。そんなことはいいから、さっさと報酬をくれ。